中佐諸島、中佐諸島、中佐諸島は、南シナ海にある、東商軍に対して、主に中華人民共和国で用いられる名称である。西佐諸島、パラセル諸島の東南、アズマイサゴ諸島、プラタス諸島の西南、南佐諸島、スプラトリー諸島の北方にかけて、南北約 740km、東西約 430km の広大な範囲に、 含まれる複数の岩礁及び礁に対して用いられる故障である。この地域はいくつかのエリアに分けられる。青砂諸島、パラセル諸島に近いエリアはマックルズフィールド帯と呼ばれる。英語でズーンシャアイランドと呼ぶ場合には中国でいう中砂諸島ではなくマックルズフィールド帯のみを指す。東部のフィリピンに近いエリアにはこの地域で満潮時にも 海面上に露出する唯一の岩礁であるスカボローショーがある。1935年に中華民国外交部が発行した南シナ海の東照明の一覧ではスカボロー章は英語名であるスカボローショールに相当する名称とされ、南佐諸島、スプラトリー諸島にグループ分けされていたが、1947年にと名付けられ、中佐諸島の一部とされ、 1983年には中国が、を、標準名称としている。中国以外の学者からは、この岩礁を、中佐諸島に含めることに対して、地理学的にも疑義が提されている。Google は、Google マップ英語版でこの岩礁に、中佐諸島や三佐市に属することを示すズーン社、アイランド、三社の表示を付していたが、フィリピン市民からの抗議を受け、 2015年7月14日にこの表示を削除している。中国においては、トゥルロ省やヘレン省等の党省も中佐諸島に含められる。この地域については、中華人民共和国と中華民国、台湾が全域の主権、領有を主張しており、フィリピンもスカボロー省をはじめとする東部地域の主権を主張している。スカボロー章はこの地域で唯一、 満潮時にも海面上にあるため、領土及び領海の基産点となる。海洋法に関する国際連合条約、国連海洋法条約第121条第1項では、島とは自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものを言うとされており、スカボロー省はこの定義上の島に該当する。一方、 排他的経済水域の基産点となるウールカについては疑義が提されている。道条約第121条第3項では、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域は大陸法を有しないとされており、スカボロー省がこの条件を満たすか否かついては、両論がある。なお、この地域のスカボロー賞以外の登場は、国際法上は領土にも、 領海や排他的経済水域の基産点にもなり得ない。スカボロー省はフィリピンのルソン島の西 220km にあるため、排他的経済水域の基産点となり得るかどうかは別問題としてフィリピンの EEZ 内に位置している。2013年6月6日にフィリピン軍関係者が中国がスカボロー省に軍事施設を建設していることが 衛星写真によって明らかになったと発言。少なくとも3隻の大型船舶がスカボローショーに相次ぎ訪問しているほか、大量の中国漁船がセメント、鉄筋、石などの建材を運び込んでいるとのことであり、現在では中国によって実行支配されている。フィリピンは1999年11月にフィリピン海軍艦船がスカボロー,ーのパトロール中に座礁した際に、 その感染を利用し実行支配しようとしたが、中国の要求に従って座礁した感染をすぐに撤去した。スカボロー礁の周辺海域はフィリピンが監視を行っていた。2012年4月にスカボロー礁事件、中国名、高岩島事件と呼ばれる事態が発生する。フィリピン軍艦がスカボロー礁付近で中国漁船を検査したところ、 絶滅危惧種で捕獲が禁止されているサンゴやシャコガイが発見された。フィリピン漁業法及びワシントン条約に違反していたため、フィリピン側が中国漁民を検挙しようとしたところ、中国の監視船2隻が現場に現れ、漁民の逮捕を妨害したため、これを契機として両国の監視船が1ヶ月以上退治する事態と外交問題に発展した。 スカボロー症事件に至る中国とフィリピンの経緯については、まず中国は中華民国が1947年に引いた境界線を基づいて1953年に作成した九段線を使用して南シナ海の南沙諸島などの島々の主権も主張している。1950年代諸島にはフィリピンのスービックワン、 スビックベイに駐屯していたアメリカ軍がスカボローショーを射撃場にしていた。1970年代には中国が中国科学院海洋研究チームを派遣して調査を実施した。1980年代になりフィリピンはスカボローショーを200回 DEZ 内とし、1994年に排他的経済水域に関する規定が定まられた。 国連海洋法条約が発効すると、スカボロー省周辺海域の管轄権を主張した。その後、1997年から1999年にかけて、スカボロー省海域付近で中国の漁船とフィリピン軍艦が退治や衝突する事件が多発する。2009年にフィリピンは、領海規制法で南沙諸島の一部の島、省、太平島を含む及び、 スカボロー賞を正式かつ法的に自国の土とする。多くの東章には一般的な日本語名称がないため、英語名、中国語名を示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。